旦那。これはこの世から持ってきた薬ですからね。この世ではたちまちのうちに朽ち果てて砂になっちまうんですよ。亡霊だ。自分が旦那の正義をみんな奪い取ってること十分知ってるくせしてよ、そんなにまでして会いたいのかね。昨日のことは何かの間違いかもしれない。きっとそう、きっと新三郎様はまた私を迎え入れてくれて、私のこと新三郎様、会いたい、会ってお別れを言いたい。新三郎様、新三郎様、いつまでもお元気で。坂東さんから聞きました。本当に困った女ですね。私が守って差し上げます。今日は差し入れをお持ちしました。頑張ってください。嬉しい。明日になれば会えるのですね。そうなれば私たちは結ばれるのですね。私、新三郎様をお待ちしております。新三郎様、あの方はどなたなのですか。新三郎様、私のことをお忘れなのですか。新三郎様、旦那、旦那、万蔵でございます。朝でございますよ旦那。何、万蔵か。旦那、夜が明けました。もう夜が明けたか。早く開けてくださいよ。わかった、わかった、今開ける、待ってろ。どうした万蔵。新三郎様、あなたは私を騙したのですね。つゆ殿。新三郎様。つゆ殿、待って、やめろ。これには訳が。あなたは私の、誰にも渡さない。つゆ殿。
旦那、我慢していた酒がやっと飲めますね。旦那。一途な思い、どこまでもどこまでも一途な恋心、互いが互いに一目で惚れて、ひたすらに恋という甘くて熱い誘惑に身を焦がしていく。そしてその熱い思いが炎に変わるとき、今も昔も変わることのない情念と怨念の渦、その力は時としてこの世とあの世をつなぐ一つの道までをも作り出してしまうのかもしれません。